オレオレ詐欺と忍者のコラボレーション、私たちでオレオレ詐欺の撲滅キャンペーンをするんですよ。 題してオレオレ詐欺撲滅忍者 OBN48 ですよ。 オレオレ詐欺撲滅忍者 OBN48。 だから私たちでオレオレ詐欺の危険性を訴えるイベントをするんですよ。 まだまだオレオレ詐欺に引っかかる人って多いですよね。 どんな手口で引っかかってるのか分かっているようでまるで分かっていない。 だから私たちがそのオレオレ詐欺のイベントを開いて皆さんにその危険性を訴えるんですよ。 レディーアクション。 よーし、お年寄りを騙して現金を奪ってしまえ。 はい、任せてください。忍者たるもの常に人の心理をつき心の鍵を開ける。 息子になりすまして現金を奪い取ってみせます。 さて、初めてか。 では早速。 小太郎だけど、バカ。いきなり名前名乗ってどうするんだよ。こういう場合は俺だけでいいから。大抵は俺で通じるもんなんだ。もう一度。なるほど。書類って言って渡してほしいんだ。書類って言って渡せばいいのね。ありがとうお母さん。このことは内緒だからね。誰にも言わないで。任せてちょうだい。 他の誰にも言わせないようにするのに術、封印の術。そして自分が行かれない代わりに他の誰かを行かせることにするのに術、身代わりの術。封印の術、身代わりの術、ダブル。イエス。さあ、サルトリ君とやる変身だ。<笑>あなた、 俺を詐欺に引っかかるといけないから、警察に電話したのよ。そしたらこれは俺を詐欺の出口だってすぐ駆けつけてくれたの。このように一人で解決するのではなく、誰かと相談することが大事です。最近流行りのオレオレ詐欺の成敗。そんな、勝ったぞ。今の俺の芝居なかなか良かったんじゃないの。 みんなの修行を役に立ったろ。さあ、それでは皆さん覚えておいてくださいね。携帯電話が変わったと聞いたら怪しんでください。それでは私たちオレオレ詐欺撲滅忍者 OBN48 またどっかでお会いしましょう。それではこれにてドローンさせていただきます。<音声>